どうも、女とおてかちかでーす。たんということでございまして、今日はですね、ウマ娘プリティダービー、エピソード2第2期の3話を見たいと思います。前回見てくださいましたか？僕の大号泣。正直あんなに泣くとは思いませんでしたし、最近ここ4、5年の中でも一番泣きましたね。あんまり人前で本当に泣くとこ見せないんですけど、あんなに泣いてしまうと思いませんでした。この2期の感動はね、ちょっとたまりません。で、今回3話は正直何が起こるか分かってません。で、皆さんコメント欄でもいろんな意見くださってありがとうございます。そして今回ですね、最後にちょっと重要なお知らせがありますので、ぜひ最後まで感想の後まで見ていただきたいと思います。ということでございまして、では早速3話見ていきたいと思います。ツイッターも出るのかな。それでは見ていきたいと思います。いきます。 3,2,1 スタート。無敗に書き換えてましたね。どう変えてよ。東海帝王は帝王か。おお、仕上がってきてる。うわあ、いいな、このオープニング、やっぱり。グッときますね。うわあ、これめっちゃかっこええ。いやあ、シーズン1も良かった、シーズン2もいいな、これ。うん。帝王ちゃん。めっちゃいいや。ツインターボが暴れてる。行くの、あ、メジロマクイーンか。何のレースやろこれ。行くのディクタス。ツインターボ。大逃げやったね。うわー、ええ歌。でもまだ3話じゃ覚えれない。3話出会い、出会いか、誰やろう。お、福来たるやからおみくじね。そうか、マックに勝てないんか。あ、ツインターボナイスネイチャー、2人好きやな。え、誰誰誰。待ちかれたホイザー、僕が競馬好きになったきっかけの馬。
スペちゃん。あ、声出してもうた。いや、おもろいね。会長。URA。すごいね、年度代表馬。この2強ね。勝負服変わるんかな？変わったかな？これは楽しみ。いやー、カノープスのメンバー好きやわー。字間違ってるわ。確かに。
うわー、大阪阪神代表戦。贅沢ですよ、スピーカー。わあ、ヘルメットかぶってた。細かいよ、そういうとこ。調教方法もこうやったんかな。あ、タンホイザちゃん。いいなあ、これ面白いわ、ライバルは面白いわ。ちょっと。いいライバル関係。会長。
いいライバルっていいんですね。うん。わあ、毎日ね、遅くまで。奇遇だね、そうですわね。このセリフですな。わあ、オモババね。阪神大賞典。せやな、みんなマックイーンを注目してるから。優しいなって言おう。わかっこええな。6投立てね。長距離6投やから。
いいですね。一周目、スタンドの前通って、グッドリ君、いいね。名前なんやろな、カニアテレシオン。うわあ、いける。すごい、マックイーン。すごいよ。すごい。すごいわ。強いわ。ここ出たいな、ほんまに。うわ、ライバル関係はほんまに。なんか今回はこう2人の過去が分かって、本当に素晴らしいライバル関係、切磋琢磨の代表を見た感じですね。はい、いや、よかったな。このテーマもなんか2人で歌ってるから、この1話の「サイレンスズカスペちゃん」の上下関係じゃなくて、ホームに横のライバルって、最後のバネと両手のためにでもってやれるねえ、必要ならける。うわあ、いや、これはちょっと、もうまたほろっときましたね。さあ、この後第3話の感想をしっかり言わせて。あれ？まだある？何？まだあるよ。うん。めっちゃ勝負変わってる。かっこいい。要はどうなんねん。感想言います。さあ、ということでございまして、プリティダービー、ウマ娘、第2期の3話見終わりました。よかった、今回も出会い。東海帝王とメジロマックイーンの出会いのシーンを再現して、
過去のことも分かって、そしてメジロマックイーンが、阪神大賞典勝って天皇賞春、そして次回東海帝王が、大阪杯に行く。これ演出もね、エンディングテーマ終わった後にカッと見せるので、もう早4話見たいわ。こういう演出もやってますね。で、僕もう一つ、出会い。僕の中で出会いました。僕が競馬を好きになるようになった、マチカネタンホイザー。いよいよ出てきました。これね、ちょっと僕好きですね、カノープス。最高なメンバーが集まりました。この後カノープスがどうなるのか、イクノディクタスが出てきますんで、シーツしてますけど、またどういう風に描かれるのか楽しみです。そして皆さん、重大発表でございます。ちょっとですね、一回ですね、ウマ娘生配信をしてみたいと思います。皆さん意見ください。同時視聴を生配信するっていうのもあったりとか、あと、ウマ娘の細かいとこを教えてもらう。僕、井上小構造というね、スクープキャラ、まあ、井上小構造やってるんで、そのスクープの情報をいただいて、今度それをショート動画で上げるとか、こんなもしてみたいと思いますんで、ぜひとも皆さん、コメント欄で、ご意見お聞かせください。ということで、チャンネル登録もお願いします。最後に告知あります。こんなもありますよ。